こんにちは、助産院ボブボブ助産師の久子です。すずです。はい、すずちゃんがアメリカから帰ってきました。留学から3ヶ月間のアメリカ留学。さあ今日は住んでたところ、うん、どんなとこに住んでてどんな生活してたのかっていうところを聞きたいなと思うんですけども。はいはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ沖縄ではアパート借りてリリーと2人暮らしやん、うん、基本、うん、でまあ実家は近いからこっち来たりアパート帰ったりとかしながら、まあ基本でもリリーと2人でアパートで生活してたけど、うんうん、アメリカ行ってどこに住んでたの？アメリカは普通のマンションみたいなところやねんけど、うん、マンションの中でこの留学生がシェアルーム、うん、みたいな感じで何人やったかな、最大で7人ぐらいやったかな、おった時は。一つのアパートでマンションの中で？そう、部屋の中に。え、何部屋あんの？1、2、3部屋あって、リビングがあってみたいな、うんうんうん、の4人部屋、うん、2段ベッド2つあって、はははっていうところに住んでたというか、うんうん、そこの部屋やって、うん、そう、結構不思議な感じだったの。まあ、みんな日本人やったから、ね、うんうん、あれやったけど、大丈夫やったけど、全然、うん、緊張とかはせんけど、まあ、言葉は通じるもんね。言葉は通じる、うん、そう、うん、それだけで十分、うん、それ以上は別に何もえ、みんなそのダンスで来てんの？みんなダンスやったな。うーん、同じスタジオ売ってる子もおったし、うんうん、まあ、ジャンルが違うとあんまり合わへんけど、うんうんうん、ジャンル一緒の子やったらレッスン一緒やったり、うんうん、行きも帰りもレッスンも一緒みたいな、うん、もうあったし、そうそう、いろんな年齢の人もおったし、へー、うん、面白かった。でもさ、他人と暮らすってしんどくない？それないよな、うん、大家族やったから、うんうん、まあいけるかなと思ってたけど、うん、やっぱ家族と他人ってなると結構違うくて、うん、なんかな、別に気使ってるわけじゃないし、嫌だとかそういう何もうこの家無理とかそういうことじゃなくて、うん、でも気疲れすんの、うん、やっぱ他人ってなると、うん、そりゃそうや、そうそう、他のお家の当たり前があるのかなと思った瞬間、うんうん、どうしよう、自分はこうやってやりたいけど、例えばここもうちょっと綺麗に使いたいけど、うん、でもこれもしかしたらその家やったら普通なんかもなと思ったら、うん、何も言われへんから、うん、とりあえず自分でも静かにいろんなことをやる、うん、そうそう、まあ他の人のものは触らんけどさ、うんうんうん、自分の使いたい範囲を全部自分で、誰かが汚したとしても、あ、そうしようあ、それはしても大丈夫そうでしょ、あ、大丈夫大丈夫、それは大丈夫、うん、勝手に物とかを触らんかったら大丈夫、うん、そうそう、そんな感じやって。キッチンは一つなの？じゃあキッチン一つ、みんなそこでみんな自炊してんの？そう、冷蔵庫も一つ一つで、うん、この段で、あなたここの段、あーはーはーはー、まあ十分、うん、広かったし使えるって感じ。うーん、みんな料理してんの？うん、人によるかな。長い子やと自炊じゃないとさ、お金が持たへんけど、まあ、うんうん、1週間とか短いとさ、うん、外食でしてても楽しいやんな、うん、アメリカの外食って。だから結構いろいろあったけど、まあ、一番がっつり自炊って感じやったからだってさ、うん、行く時のさ、スーツケースのあの中身が、うん、持っていってるものがさ、プロテイン3キロ、うん、プロテイン3キロとオートミール3キロと、あとはまあこう筋トレの粉筋トレの粉とか怪しい、そうそうそう、そういうのばっかり持って行ってたから、うん、まあそういうの自分が持ってきたものである程度いけたし、うん、鶏肉とかは買えばいいから、うん、そうそう、でも行きつけのお店とかがあったわけ。そう、うん、何ブロイラーっていうの、胸に、うん、なんて言ってたの、普通にパックで売ってる、うん、そうそう、スーパースーパーのチキンブレストや、うん、あ、胸肉、そう、そのまんまのチキンブレスト、そう、それをさ、さっきにさ、この英会話教えてくれてた人に、うん、この胸肉ってなんて言うんですかやっぱさ、ネットで調べたやつと教えてもらったやつちょっと違うかったな。で、実際に生活してた人に聞いたやつがそのまんまやったから、うん、そう、聞いといてよかったと思って、これバーって見ていった時にブレストがあった瞬間、あ、これやみたいな、うん、でも全然問題なく買えた、うん、そうそう、じゃあそのチキンブレストをいつも買う、チキンブレストと
冷凍ブロッコリー、これ日本でも一緒やの、うん、と卵、うん、だけ。卵高かったんじゃん。卵高かった。日本でも大概やけど、日本でも10個で300円ぐらいか今、うん、12個入ってて400円ぐらいやったんじゃないかな。まあ、安い時は安いんやけど、まあ、でも日本と変わらんぐらいか、それよりちょっと高いな、高いかぐらい、うん、そうそうそう。やし、こう卵はな、パックを開けないと割れてる時がめっちゃあって開けてからこの卵は大丈夫か、このパック割れてないかなっていうのを確認して、よしじゃあこれ買おうと。開けれんの？開けていい。むしろ開けないとめっちゃ割れてたりする。へー、びっくりした。へー、そう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 、なんかそれだけで生きてた結構。そうなんよ、うん、でもさ、マンションのキッチンやから、うん、で何人もこう暮らしてたら、うん、自炊する時間ってやっぱみんな同じ時間にこう重ならへんの？あー、料理する時間重なるけどさ、語学学校行ってる子がほとんどやってから、うん、午前中家に誰もおらんくて一人っていう場合も多かったし、でもう作り置きやから2、3日に1回、うんうん、もう少なかったら1週間に1回ぐらいしか料理せえへん、バッて作ってタッパーでもうザーって冷蔵庫に入れてる。そうそう、だから冷蔵庫全部タッパータッパーとリンゴリンゴ、そうそう、リンゴひたすら食べとってリンゴとタッパーでいっぱいやった。でまあそれはでも晩ご飯やん、それで。うん、で朝とか昼とか朝ごはん何やってますか？あ、そっか、持って行ったよ、プロテインとオートミール で、 ートミールでいつも通りケーキ作って、 それも冷蔵庫に。冷蔵庫じゃない、それは普通に粉で置いといて毎回作る。毎朝作ってんの？あれ、そうや、日本でもそう。そうなんや、あれ作り方教えて。プロテインと粉末のオートミール、うん、と、うん、ベーキングパウダー、うん、と、うん、を混ぜるやんな、うん、混ぜて。でもそれって粉やん、粉ばっかり、うん、粉ばっかり混ぜて、混ぜ、うん、で水はな、結構なプロテインによって入れる量が違うんで、うんうんうん、まあある程度入れて、うんうん、混ぜて、うん、ホットケーキミックスのあの種ぐらいの、より硬いぐらい、より硬い、最初はその水の段階は、ね、で、まあ、それで食べる人もおるんやけど、全然食べれんねんけど、それでチンしたら、うん、それちょっと、ラップしてチンする、辛くなっちゃう、うん、ちょっと待って辛くなっちゃうから美味しく食べたいやん。ああ、でそんなめっちゃダイエットしてるわけじゃないから、うん、卵入れてそんな、はいはいはい、で混ぜて、うん、でもうラップもせずにチン、うん、へえ、そうしたら、うん、美味しいのができる。ベークパウダー入ってるかな、ふわーってなってで、なんかいい感じにとろふわーみたいな、うーん、そうそう、半生みたいな半熟のところがあって。ちなみにそのプロテインは何味でしてたの？ね、持って行ってたのはほうじ茶とチョコぐらいかな、うん、2種類持って行ったけど途中で足りひんくなって向こうのやつ買い出した。チョコの、そうそう、ずっとね日本でもそのプロテインとオートミールの、うん、あのケーキっていうか毎朝なそれを食べてて、なん多分1年ぐらい食べてる、ずっと続けてるよな、うん、で食べてみいいやって言って、私オートミールが苦手なんで、うん、ダンボール食べてるみたいですごい苦手なんやけど、うん、オートミールだけはもうほんまに無理やねんけど、うん、まあ、ちょっと食べさせてもらったら、え、美味しいって普通に、うん、うん、思った。美味しい、うん、これおすすめ。そうでもママが食べた時より進化してるから、あ、じゃあまた作って、今もっと美味しい、そう、今度作るわ。そう、だから毎朝それ食べてた。で昼は、昼はおにぎりと、うん、あと卵食べたりとか、まあ、そんなにだからな、気遣いずっとしてるからお腹すかんのよね、うん、なんかもうほぼ2食ぐらいの感じやった。間食とかは？間食は結構してたのよ、アーモンド、あ、でもやばいな筋トレ飯だね、アーモンド、とあとは向こうでハマったのがそれこそリンゴ、うん、リンゴがいろんな種類あって、そうスーパーにあるリンゴ全制覇しようと思っていろいろ食べた、多分5、6種類食べたと思う。味は一緒？日本と。ものによる。うーん、全然食感も違うやつもあって面白いと思って。うん、日本ってそんなにさ、2種類ぐらい置いてた。ジョナゴールドと富士ぐらい、うん、いや、なんかそれぐらいしか出てけへんや。もっといっぱいあって。そうそうそう。だから結構そのリンゴを楽しんでた。へー、とあとアーモンドやろ、うん、でバナナチップスが、はい、もうなんかめっちゃ美味しくて、うん、ずっとバナナチップスと、うん、あとはチョコ、うん、
とかは食べてたけど、でもアメリカのチョコってさ、うん、なんかどぎつい味し、あんま何これ、あするするする、だからもうそういうのは食べてないよ。カカオ 80% とかのやつ、あーそう、日本人でもいけそうなやつも売ってんねんな。あーオーガニックスーパーに行けば結構そういうナチュラルな味のやつが売ってて、うんうん、まあ、日本人が食べても全然美味しいっていう感じのが多かったから、うんうんうん、そっちに結構買いに行ってた。うーん、普通のスーパーちょっと違うかった、違うかった、うん、まあ、美味しいねんけどな、うん、甘いやつ、美味しいものは美味しかったりもする、うん、そうそうそう、でもなんか向こうのお菓子もイコールもうなんかもう、うん、あ無理っていうなんか先入観が、うん、でも物によってって感じ、うん、ほんまにもう無理なやつは無理やった。うーん、ドーナツとか怖くて食べてない、うん、めっちゃ甘いって聞くし、うん、それこそケーキとかも、うん、もうすごい色のやつがいっぱい売ってたりとかして、ちょっとこれに、しかもちょっと高いんやんな、物価がそもそも、うん、ケーキ一切れが500円ぐらいやったりするんかな、うん、それで外れやったらな、そうそうそう、そんなんにお金使うぐらいやったらリンゴ買うわみたいな感じやったからほぼ食べてない、もう怖くて、じゃあ外食もほとんどせずに全部もう自炊ばっかりやった、うん、2、3回、うん、外食したけど、うん、ちょっと出かけた時、うん、でもそれぐらいしかしてない、ずっと家で食べてた。へえ。その結果5キロぐらい痩せてた。5キロぐらい痩せちゃった。まあまあまあ食生活もそんなにすごい良かったし、うん、でもまあダンスはな、うん、でもレッスン毎 日、うん、何時間ぐらい踊ってた？90分やから一つのレッスンが、うん、それをまあほぼ1日1回、うん、と、まあ、日によっては3レッスンぐらい受けてた、うん、3レッスンだ結構やな、90分かける3やろ、うん、わあ、それは痩せるわ、うん、痩せるな。で筋トレもやってたやろ？筋トレも毎日してた。だからレッスンの前にジム行って、うん、昼から、うん、そう、朝はちょっとゆっくりジムして、うん、で昼から行って、うん、そう、だから昼それこそあんまり食べてないよな、筋トレの前に食べて気持ち悪くなるから、うんうんうん、筋トレしてでちょっと軽食っていうか、うん、ちょっとだけつまみながらダンス向かって、うん、で90分踊って帰ってくるみたいな、そんな感じ。筋トレはどこでしてた？一応のアパートっていうかマンションの下にもちっちゃいジムがあったんやけど、そこではちょっと物足りひんな、うん、そうそう、やしそこやとさ現地の人と関わることってないやんな、うんうん、まあそうやね、日本人ばっかりのアパートやもん、そうそう、あっていうかまあ普通に住んではおるけど、そのマンションの中の人とそんな喋らんや、うん、みんな居住スペースの中やからもオフやし、うんうんうん、なんか面白くないなと思って、うん、で外の24時間ジム契約して3ヶ月、うんうん、で行ってた。だから結構ジムの方で現地の人と喋ってたな。へー、うん、日本って筋トレ人口って全然少ないけどさ、全人口 3% とかやろ、うん、日本って。そうなの？そうやろ。へえ。やんな。 4% か。そのもんなんや。そうそう、だからもう全然まだまだレアなスポーツやねんけど、うんうんうん、アメリカなんかな、ジム人口めっちゃ多いやん。多いな。日本なんかジム行ってもさ、まず女性ってもうダンベルのコーナーとか行ったらさ、うん、みんな有酸素はやってるけどさ、うんうん、歩いたりはするけどな、うん、ダンベルとかバーベル担いでる女子ってなかなか珍しいな、うん、向こうどう？え、結構おったで、うん、てかゴリゴリの女の人もおったし、へー、そうそう、だからいろんな人がおった。めっちゃ筋トレしてそうな人もおったし、そうでもない人も普通に筋トレのコーナーにおる。なんか日本ってあれなんかな、ちょっとやり方がわからないからいけない。そう、わからんよ。知らんかった時ほんまにどうやって扱っていいか、これ何みたいな感じだった。いやな、だからそのさ、勇気を持たれへんって行かれへんパターンって多いと思うけど、うん、多分海外の人ってそうでもなくて、うん、とりあえず触ってみようってみんなやってるしみたいな感じ。そうそう、あれって何のトレーニングなんやろっていう人も結構おるぐらいの。へ、でもなんか別にそれが普通やから、そうそう、なんかいろんな人がおった。へえ、うん、子供もおった。へえ、お父さんと一緒に来てトレーニングしてるとか、もう子供が一人でボトル持っていろんな行ってたりもした。あれすごいなと思った。へえ、うん、文化の違いやな。いやな、面白いよな。じゃあトレーニングも、ま、じゃあ毎日行ってた、うん、毎日行ってた。ええ生活やな。ええ生活でしたよ。好きなことだけして生きてでもその中で、うん、ふってリリどうしてるかな、うん、ごめんなこんなことばっかり私一人で楽しんでリリみたいなのがもたげてくるわけ。
いやでも筋トレとダンスに関しては自分が必ずリリーのためになるって思ってるから何も思わへん、うん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 、けど やっぱ出かけるってなるか、ね、遊びじゃないだろ、ね、そうそうそう必要やもん、ね、そう遊びに行くってなるとちょっとな、うん、そうやな博物館行っちゃう、あ学びやから OK ホロコーストミュージアム行こうそんなことばっかりしてたなそっか、うん、友達できた、じゃあ日本人は結構つながって日本帰ってきてても連絡取り合ってとか、うんうんうん、うん、けどまあ現地の人はな、うん、やっぱ、まあ、ナンパが多かったから、そう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 、やっぱアメリカンだね、アメリカンですね、びっくりした、ナンパ、こんなに毎日のように喋りかけられて、うん、あのそれでホームシックになったからな、なんで現地の人喋りかけられてホームシック、うん、なんで外に出たら英語しかない、怖い、はあ、もう出たくない、はあ、日本に帰りたい、でも声かけられるから嫌だみたいな、そうだから一瞬ジム行きたくない時期が、ああもう声かけられるか、声かける 100% 声かける、なんて声かけられる、ゴージャスだねあなたのトレーニングいいね、俺と一緒にトレーニングしないみたいな、とかあなた何人、日本人、俺お寿司の美味しいお店知ってる一緒に飯飯行こうって、なんて言うの、あ、No 私トレーニングしてるからご飯気をつけてるんだよねずらいで行こう、うん、逃げたらそれでスポット引いてくれるの、人によるよな、ゴリゴリ押してくる人とかもいる、おるおる、何回も喋りかけてきて一緒にトレーニングしようぜって何回も言ってくる人もおったし、おっとおった、逃げの大変、逃げの大変、逃げないととか英語から逃げないと、喋りかけられてまた断らないといけない、断り方どうしようとかそのもうもうしんどって思ってトレーニングしに行ってるのにそれ以外のことで悩まない、そうやね、だからそれがめっちゃしんどくて、うん、別にもうそういう会話はせんくてよかったから、うんうんうん、なんかあーってなって、それで結構しんどい時期あったなそれのせいでホームシックだった、なるほどね、そうそうそう、でも生活は普通に楽しかった、そうなんや、うん、まあでもなんかいいな、そういう経験で、な、うん、思った思った、うん、もう今回のこのタイミング逃してたら一生そんなんないと思ったから、うんうん、来てよかったなと思ったら、うん、いろんな人と喋れたし、うん、こういうこと言う人もおるんやと思ったし、うん、そうそうそう、日本ではありえへんようなことが目の前で起きてたりもしたから、おー、じゃあ次の動画で日本ではありえへんなんじゃこりゃみたいな経験とか、うん、まあ、向こうでなんか何を学んで帰ってきたかみたいなところをちょっと聞かせてもらおうかなと思います、うんうん、はい、ということで10人に産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。